治水諦めました。治水ですね、一度トライして消費したんですが諦めました。結局1日2食でまたこういった形で食べてます。僕治水始めたのが体調崩してだったんですけど、その原因がご飯じゃなかったのか言われました。早くもでかいです。最近はですね、娯楽がないんで、食事をしてるときは最高に幸せですね。食事を食べてるときと、お茶を飲んでるとき、幸せです。甘いものを食べないんで、それをまあずっとやってるんで。ミドウさんですね、ここで私は最初にいろいろと、机やらなんやらをいろいろ入れてもらいました。すごくいいオーナーさんがいます。今日も夜打ち合わせがあるので早い時間にピークです。今日はなんか疲れますね。というか香港めちゃめちゃまだ暑いんですよ。半袖半ズボンもう十分、これでも暑い。土日は車が多いです。この上の公園もカツ崩れで賑わってます。とりあえず最低ここぐらいまでは来ることに。ピーク広場のちょっと上です。ここですね。これ行くの上行くと山頂広場なんですけど、ちょっと時間がない。ここです、いつもの。香港の冬ってのはずっとこういう風に曇ってるんですかね。こっち来てから晴れてる日を見たことがない。じゃあちょっと戻ります。はい、こちらですね。これはですね、ベルギーアントワープ、ドリスバンノッテン。所以買嘅我真係為你要電話嘅。